ちらをご覧ください、はい、賃金のデジタル払いというのは給与を銀行振込や手渡しで支払うのではなく電子マネーで支払うことなんです、はい、現在国が導入に向けて動いているこの賃金のデジタル払いについて岩手労働局に話を聞きました。給料っていうのは本来は現金払いというのが法律で決められていたところなんですが、やはりその世の中のその需要が高まってきて今現在口座払いっていうことも認められています。で今 さらにですねその支払い方法がいろいろ多様化しているということもありまして、いわゆるまあスマホ決済のような支払い方ができるようにまあ、法律を改正したというところになります。法律改正の目的はキャッシュレス決済が今どんどん普及しているということもありまして、やはりその世の中のニーズが高まったということから、まあ支払いをその多様化すると、いろんな方法で支払いができるようにするということに基づいてこういうものができてきたと、まあ、結果的にはそのキャッシュレス決済のまあ普及につながるものだというふうに思います。去年4月、賃金のデジタル払いの導入に関する労働基準法が施行されました。給与の支払いに対応した資金移動業者と呼ばれる銀行以外の事業者を指定するための申請の受付と審査が始まっています。いわゆる〇〇ペイなどと呼ばれる事業者がこの資金移動業者に該当し、現在厚生労働省で審査中です。審査が終わったらで会社さんは、そういう支払いをしたいということであれば、まずは労使協定というのが必要になりますので、その協定ができた上で、支払いを受けたいと思っている労働者の方に個々にその同意を得なければいけないということで、まあ、その本人一人一人に同意書などを作ってもらうということになって、初めてそのデジタル払いというものが可能になるということになってこようかと思います。賃金のデジタル払いを導入した企業でも労働者が希望しない場合はこれまで通り銀行口座などで賃金を受け取ることができます。また賃金の一部を資金移動業者の口座で受け取り、残りは銀行口座などで受け取ることも可能だということです。賃金のデジタル払いにはこんなメリットがあります。普段からキャッシュレス決済で買い物をしている人の中には、銀行口座からその都度チャージをしている人もいますが、給与が直接スマホ決済アプリなどに振り込まれることでチャージの手間を省くことができます。また利用履歴や利用明細をスマホで簡単に見られるので、何にいくら使ったのか分かりやすくなります。さらに企業側のメリットとして、デジタル化の推進をしていることでイメージの向上も期待できます。しかし防犯などセキュリティ面は大丈夫なのでしょうか。不正利用と思わしき支払いを労働者の方が見つけた場合、これは本人に責任がないものであれば基本的には弁償されるということになりますので、そこはご心配ないと。ただ本人さんにもし何かその責任があるという場合には、それはその時の話し合いによってくるということになろうかと思います。また不正取引が発生してから一定の期間内に資金移動業者に通知が必要となる場合もありますので、速やかにお問い合わせください。万が一資金移動業者が破綻した場合、保証機関から弁済が行われます。その賃金の支払い方も選べるということになってきましたので、よくそのメリットであるとか、その制度の利点を見ていただきながら利用していただければありがたいなというふうに思いますので、労働者の方はそういう制度もできるんだということで、今しばしお待ちいただければということになろうかと思います。
まだ始まっていない制度ということですが、今後導入されれば利便性を感じる方もいると思いますので、早めに、ね、情報収集をしておくとスムーズに実用できそうですね。そうですね、はい、以上、今週の元気まるライフ、賃金のデジタル払いについてお伝えしました。